はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。シーズン5の第3回となっております。ただいまですね、陳留と栄安激しく攻められている状態でございます。どちらもですね、ビチッと守らないと、特に陳留取られるなんてことがあったらもう無理ですね、牧羊取るの。なのでここはきっちり守ってですね、牧羊に向けて進んでいきたいところでございますが、今日はちゃんと進めるのか、いや、やられちゃうのかなんて考えるとワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、陳留はこの巨長ですね、巨長生きてまして、兵站切れしたんですけどもね、この状態もうみんな逃げます。あと巨長以外2部隊3部隊か来てますけど、これはなんとか兵站切れを狙いたいところ。あとは勝敗方向ですね。ここは董卓いるんですけど、董卓一回ね戻したいんですよね。この関羽にですね、延命のやつ持たせないといけないんで、ちょっといろいろ難しいですね。そして栄安、これは第5弾でしたね。このエリアに雨巾、ここですね、かぶってるせいか全然勝てなくて、もう何人いても勝てないですね。これこんな状況ですからね、全然パラメータ違いますから。もう一歩踏み入れさせないといけなかったと。なんでこんな雨巾強いかなと思ったら、そんな感じですね。牧羊が8000、いやー、これは断続的ですね。そんなにドバッとは来ないけど、ナバ最初戻りまして、コーランを捕らえて帰った。これはね、どうか命だけはお助けください。よし、助けてやろう。問いよ、どういうことだお前、助けてくれって言って貴公の元に下るだろ、どういうことだお前、おかしいじゃねえか言ってることが。こいつ頭おかしいぞ。じゃあ捕虜、縄はキツキツでこう鉢巻きのところにこう縄巻いてやれ、それで吊るしておけ。死んじゃうな多分な。あとここか、なんと各種が火をつけましたよ。うちの各種頭いいんだ、だいぶですね成長してますからね。長が女子を連れて戻りました。49歳、うん、だいぶ油の乗った頃ですね。99中世。とよ、裏切り者の名を残すから、まあ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 、そう言わないで、そう言わないでね、うちの牢屋かっこ笑いにちょっと入っていきなさいよ。超えげは、お、なんか音もなく、えーってやられてった。こういえばですね、数氏と東伯どうなったかという感じですね。まず数氏ですね、魅力が96で、政治79、知力78、統率武力もね59-59ですよ。一桁までいかないけど、かなり低かったと思うんですけどね。結構育ちましたね。で、今ローマなんで109日かかるから、もしかしたらね、この伸びるサイクルが遅いかもしれない。近いところでやっぱ集中的に鍛えた方がいいかもしれないですね。もう何のための攻撃だという感じですね。で、東伯、魅力88、政治77、知力74で、統率がなんと60。いや、東伯こそね、確か一桁だったと思うんですけどね、統率武力は。めっちゃ上がりましたね、これ。これ2年ぐらい前に竜禅の武力を100にするシリーズやったんですけど、これ一騎打ちやらないでね、攻撃行かせた方が早いんですよ。体格つけて。絶対早い。これほんと竜禅でも多分、早いスパンで、まともな武将になりそうですね。このターンはですね、引いていくかな、引いていくようにも見えるけど、うん、ちょろちょろ来てますけど、これ大丈夫ですね。全然大丈夫。陳留はとりあえずお休みですね。一休み。問題が栄安。栄安は壁を突破してきております。というか突破してもらいました。で、劉備がこの投石を壊そうとしてまして、この劉備を防ぐ手立てがないんですよね。失敗しましたね、これ。眼光が来たら食らっちゃうから直せないっていうね。眼光同士じゃないといけない。
これは失敗しました。あれ？でも劉備が一旦引く。どういうことだ？エア見て参りましょう。なんか36000調査。これいよいよやば、あ、違うな。兵用ですね。よかった。よかったというかもう師匠もやられちゃいますね。師匠取られちゃうか。そして船で雨季やってくる。お喜びください。やばい。超過の忠誠。避けていく。あ、で、港捕らえたの良くないな。非常に良くないな。共に行こう。コーラン、という、コーランは大きいですよ。で、義援をやれる。とりあえずやれる。まあ、ここからですね。炎音、この北にいる炎音で後ろ取りたいんですけどね。報告いたします。港取られたせいで切りづらくなりましたね。うわ、結構来るな。高領7000。ちょっと、これ、炎音、危ないな。これマジで危ないな。そしてここを埋伏入れておきます。いつでも取りたい。怪獣で取りたい。おっと、やりました。東白ちゃんたち途中で何か見つけました。見つけたのは幸せかな。どうかな。さて天意疑心暗鬼、これで天意も取れるかなというところで、と逃げるの早いわ。もういい加減監視とかいるかな。ちょっとチェックしてなかったけど。こうなるとはな。義援のクコドン、ダメですね。上げられちゃってます。すぐ隣なんですけど。無駄打ちしました。しかし貢献の知力上がっていく。まずいな。まずいな、ええやん。雨季がまっすぐにこちら追ってきますね。こう迂回して退却路線なんですけど。まあ、ここで引っ張るだけ引っ張ってなんとかね、平坦切りを狙いたいですね。もうそれしかないですね。よく長川を訪ねました。よろしく。本当よ。申し訳ございません。ダメですね。義援のご期待に添えず、ここ全部失敗ですね。王位が不幸に入って、あとはどう来るかな。雨季がやっぱちょっとやだな。こっからここまで移動してまっすぐ来ないところが嫌だ。で、医療埋伏ガンガン入れていきましょう。後方を脅かしていきましょう。砲を取って、なんか大いに青乱とかかましてきたけど、これなりに食らってるな。もう舞台多くてごちゃごちゃでちょっと よくわかんないですよね。刺します。リスナーさん刺します。で、これ戻る。ロショウは戻る。で、劉備が前に出てくる。これが厄介。劉備の方が強いぞ、理解より。やめろ、戦車とか。なんだそれ。エアンからですね、今日を2部隊出しました。この3部隊をこれでちょっと1回倒しましょう。ロッシャーを撃破、いいぞ。やっぱ強いな、今日は。ただ、これが来てしまった。このゲンガンは倒せないだろう。どうだこれは。お、一騎打ち。孫石、孫石が宝生、これ勝てるでしょう。取られちゃえ、取られちゃえ。釣ったらでかいぞ。武力67-51、割と差がなかったという。バチコイ。勝てそう、すごい勝てそう。危なげない、危なげないけど盛り上がりもないよ。勝ち投資。これでまあ吸っちゃうことはないか。これだけ下げていく。で、炎音は壊滅。うわ、捕まる。劉備撃破、いいですよ。あ、チンとはやられる。いや、ここね、ひどいんだよ。こっちからこっち回ってくるんだもんな。読めないよ、さすがにそんなの。で、今日大丈夫かな ?202。ここもスムーズに行ってくれればいいんですけど。で、西遊と学信。もう一回ですね。ちゃんと平坦切り、ここは腰を据えて行きたいなと思っております。お、今日逃げてる、今日逃げてる。 OKOK、 今日逃げて捕まえてきたのはシカン95。トイヨ、何を言う、そうそうと切るか。今僕は腹の虫がちょっと悪いぞ。切ってやろうか。まあいい、これだ、しょうがない。縄はあのキツキツのなんか二重に結んで OK。
ボキャブラリー捕虜2000、まだ出す、まだ出すのあんたたちは。いや輸送だ。よし、これを切ればなんとかここは止まりそうですね。切れるかな、これ。すごいな、すごいおかしな動きしてるもんな。この兵站切れ絶対させないもんな。読め切ってんだもん、これ。読み切ってるもん、私の動き。ほら、これとかこの観光とかの動きとか、この観光が前行ったらだな。そしたら兵站切れだ。ん、なんかまた変な動き。大丈夫これ。士官はさっき捕まえたやつ。自給自足だ。なんだこれ、変な動き。これ、え、引いてるのこれ。なんだこれ、なんかこれ兵站切りまた備えてますね、勝手にね。でローマ着きまして、今いくつだったの。もう見なかった、一生懸命やってて。僕、王族がまた来てる。また2部隊か。2部隊だけね。一回うまくやれば切れるかな。いや、どうかな、これ。早いな、やっぱり老戦早いな。法政が永安の射程圏内まで入ってきましたね。お、新しいやつ。なんだっけ、亀甲なんとか。回復入れましたよ。大して食らってなかったのに。まあいいでしょう。ずっとやらないで減り続けるよりはいいでしょう。よし、もうガンガン行こう。もうここら辺荒らすに荒らそう。法政撃破。ここの守りはやっぱ硬いっすね。永安のこの坂はね、硬い。永安城の前ですね、一旦引きます。ちょっと相手の方が多分強いんで、っていうかあの損害が多分でかいんで、一旦引いて。なんでお前ら引いてくるんだ。待て、おかしいじゃないか。なんで引けるんだ。報告いたします。いいところで退却入れるのか。また一人やられるわこれ。ちょっと使う左右はダメだな、もう。とりあえず守れたは守れたっぽいですね。玄関は残ってますけど、これはとりあえず無視しましょう。次何にしようかな。もうちょっとなんか堅固なやつ考えないとダメですね。レイアウトをまた削らないといけないですね。この土塁を削って、こっちも普通に土塁で行って、もう山側はもうしょうがないでしょ。どうしようもない。その代わりなんかつけたいな。ここ難しい、すごく。ローマから帰国しましたね。お、久々に東白ちゃんがトップライナーですね。ヘッドライナーですね。連れてきて。あ、拮抗隊列またか。あ、拮抗隊列で終わりか、そういえば。忘れてましたね。お、お金すごいもらえるようになったんだけど。東白ちゃんすごいお金踏んだくるようになったんだけど。で、この拮抗もいっぱい、ね、もらっときましょうかね、拮抗もね。おっと、また出てきたな。早いよ。ペース早い。こうやってなんか今邪魔する土塁をいっぱい食ろうとしたら、もうすぐそういうのね、分かるんだよ。安いことです。じゃあ埋伏いっぱい埋伏やっていきますけど、ここの土塁嫌らしいでしょ。え、あ、もう状況が変わって投与できないよ。あ、牛歩が死にそう。あ、トービーも死にそう。なんだろう、こいつら死んでもいいやと思っちゃった。顔が悪すぎて。ご確認ください。なんかだいぶ永安防御界になっちゃってますけど、もう少しですね、ここら辺兵貯めたいんですよね。賃流はまあ OK なんですよ。これ大規模9万。あと洛陽にもうちょいですね、兵を貯めといて、ここからここに行くわけですからね。これ周り4万とか持ってる中なので、必ず攻められるので、輸送というか洛陽からもう出陣して守る体制を整えつつ、賃流から出るような感じですね。むしろちょっと攻められた方が僕よ攻めるの楽かもしれない、まあ、なかなかこれもうまくいかないでしょうけど、まあ埋伏からですね、ここはやっていきましょう。で、永安新しいこの防御の機構ですね、
これがうまく働くかどうか。こんな感じで土塁をここまで持ってきました。全部ここら辺の一旦壊しまして、レイアウトし直しましたね。で、投石はここに置いておけばですね、乗り越えてこないと攻撃できない。まあ眼光はできますけど、まあ少なくともベタ付きして壊されることはないという感じですね。ちょっとこれで守りやっていきましょう。エアンから2万3000出しました。防御の部隊と平坦切れ部隊ですね。うわー、めっちゃ速い。老戦速いな。追いつかれそうだ。すごい勢い。火器、海。あー、ダメだ。惜しいな。やっぱり向こう側の投与は難しいですね。乗用からも3300。これは、あ、輸送か。さすがに輸送か。守備は上々です。で、どっちから入るかですね。義援が、下方向に見えるけど、聞いてください。どうかな。がっちりはまってくれるか。で、ここからこっち来られるとちょっと困るんですよね。どうしたらいいんだ、ここからこっち行ったら。まあ、大体2部隊入ってくる感じかな、これは。で、川は嫌だな。よし、対決の時、今度こそ完封できるか。エアの戦いだ。義援は下方向、こちらにやってきますね。申し訳ない。うん、埋伏の毒失敗。成功だ。成功だ。吉報をお持ちしました。族若そこ族。いいね、投石がいい感じで入っていっております。で、一旦ここ怪獣入れますね。担当を剥がしてそのまま放置するという。リモーが死亡。ウキン1万7000がやってきた。やばいな。あ、でも戻るな。ウキンは、うん、戻ってゲンガンがまたやってくる。お、拮抗行きましたね。36しか回復しないじゃないか。で、劉備の眼光が結構痛い。なんだこれは。こんなだ。天井、ここ一旦怪獣です。一旦怪獣ばっかりだな。しかも取り返しに来ないんだけど。アシュラかまして。あ、いいっすね。報告いたします。相当持ってる義援相手にかなり前線いいんじゃないですかね。劉備が一番厄介だな。で、後ろ取りたいけど取れないやつですね、これ。歩を取って戻りましょう。あ、でもやりすぎましたね、これ。包囲線量出ちゃった。ここ取られると、総抵抗、ほったらかしてくれてるのに、取られちゃうのかな?で、ここ取りに走ったら多分出てくるでしょ?さすがに。これ難しいな。一応出てみます?どうせ取られるなら、南蛮豪遊を走らせましょう。南蛮豪遊は捕まることもない。死ぬこともない。このギリギリを通って、フォアまで。いけるのかレースだ。あと眼光 2,3 人揃えてやってもいいですね。そっちの方がいいわ。義援は消滅。うわ、戦車とかわざわざ出してきやがって。しかし撃破、捕らえることはないんだ。そうだ、捕らえることはないんだ。劉備はもう来ないかな。あ、まだ来るな。エイアンをご確認ください。なんかぶっ飛ばすみたいな。 NHK とエイアンはぶっ飛ばすみたいな。これ何、同じ顔してるよこれ。カクシュンとカンコ双子かこれ。まあこれ眼光増やしましょう。あと眼光出せるのが細胞理解ですね。いや、これならいけるでしょう。で、前衛はこれ多いとか減っちゃったから戻して学信とかを出す。そんな感じで眼光のベスト墓地ここですね。ここでこもる。ここで3列。いや、4までいけるな。4までいける。このこもりが最強ですね。まあ、なんとかなるかな。ここだけの守りで限定させれば。で、我々の兵数。28万結構増えましたね、やっぱり。なんだかんだ、エイアンね、めちゃめちゃ消耗したかと思ったんですけど。こっちがね、全く戦ってなかったんで、増えましたね。なんだかんだやっぱ増えるんですよ。うん、あとはもう、ここの歩取れちゃったら、
そろそろ動き出しですね。動き出さないと僕が取れないですね。この先何があるかわからないですからね。てかここら辺また土塁作らなきゃいけない気がしますよね。勝敗から出てくるんで。平坦切れコースですね、こっちからバーンって来たら。うん、難しいな。ええやんばっかやってる場合じゃなかったですね。もう来ちゃうもんはしょうがないけども。で、家臣。65万ってまた増えとるやないか。いや、これやっぱりね、激しく一方的に削らなきゃダメですね。家臣増えちゃう。いや、なかなか参りました。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタングググググッとよろしくお願いいたします。またんご。